はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日もね、皆さんのご質問になるべくお答えしてみましたでしたっけ。14段ですね、やっていきたいと思いますね。今日はこちらのコメントから。深川さん、この URL 貼ってくれた動画まだ見てないやつでした。助かりました。これね、皆さん結構質問が被る時もあるので、やった動画もう一回やるっていうのもずっと見てる人は面白くないので、なるべく被らないようにしてるんですけど、その辺ちょっとお話ししたいと思いますね。まずね、皆さんが何を使って動画を見てるかを調べてみました。こちら私のチャンネルページですが、どうだったっけ、これだ、来た。で、クリエイターツールっていうのがあって、いろいろ分析ができるんですね。この中で、アナリティクス、の、この中のメニューで、トラフィックソースじゃなくて、再生場所じゃなくて、どれだ、端末。端末っていうのがあるんですよ。で、これグラフが出てますが、この一番上のグラフですね、下の方に表がありますが、見えるかな。はい、携帯電話で見てらっしゃる方が7割ぐらいですね。あとはタブレット、パソコン、ゲーム機というふうに続いていくんですけど、ゲーム機で見てるっていうのは皆さんから教えていただいたんですけど、結構いらっしゃいますね。で、問題はこの携帯電話で見てるっていうところですが、私スマホ持ってないので、ちょっとね、このiPod で、見方説明したいと思いますね。はい、じゃあ行きますね。YouTube 立ち上げて、皆さんの画面だとどうなのかな。ちょっとこれ戻して、これ、よいしょ、ホームでしょ、ホーム。はい、こういうホーム画面まず最初出てくると思うんですけど、うちのチャンネルね、見ていただいている方でしたら、履歴で出てきますよね。履歴出てきて、で、これ立ち上げます。ね。で、古いやつ見ようと思うときに、多分これでやった方が一番いいと思うんだけど、あ、今ちょっと見た。戻して。履歴の、動画一つなんかこう、押して、タップして、でここに、私の写真がありますよね。ここをタップすると、うちのチャンネルページに飛びます。で、過去動画はいいです。過去動画はこの動画っていうところで見れるんですけど、これやってみたら過去200ぐらいしか見れないんですね。全部で600以上動画があるので全部見れない。で、作ってるのがこれ、再生リストですね。もし皆さんが手入れで迷ったら、このグラブ手入れの再生リストを見れば、どんなことやってんのかなっていうのは全部見れますね。で、ここになかったら質問くださいね。あと、ちょっと遠くでやってるから、グラブ手入れ今やった、グラブのリレースもありますよね。はい、こうやって過去のやつすぐ調べれるようにリストは作ってますので、これでね、調べると早いかと思いますね。で、ちなみにですね、さっきやった、なんだったっけ、ホームに戻って、いやいや、ホームじゃないな、履歴に戻って、で、これなんか一つ押して、で、うちのチャンネルに来て、電話かかってきちゃったな。ちょっと待ってくださいね。はい、用事終わりました。何だったっけ、ちなみにですね、この動画のところでさっき200しか見れないって言いましたけど、これパソコンですと全部見れますのでね、パソコンで調べるのが一番効率がいいです。画面でかいしね。はい、今日はこんな感じでね、うちのチャンネルの利用の仕方をアップしましたが、何かございましたらまたコメントくださいね。それでは皆さん、さようならー。